こんにちは、こんにちはです。今日はあのー、尺八のね、あ,ーあの、コムソーのことをちょっと調べたんですよ。で、コムソーのことを調べたら、こう、なんか、そこになんか広告がなんか貼ってあって、コムソーの天外作り始めました、みたいな、こあの、この、網笠みたいなやつですね。天外作り始めましたうおぉ何これみたいな。僕は一つ持ってるんですけど、え、どんなんかなって言って見ようと思ってパチってしたら、 この、このサイト、ね。この謎のサイトに来たんですよ。で、なんか見てたら、なんか高チのトラフタケ、うん、タイガーバームってあって、イギリスの BBC も取材に来て、で、なんかあの、超貴重なタケ、へーって思って、で、<laughs> あの、へーって思って、へーって思ってね、 うん。な、まあ、コムソの天外作りましたっていうの広告をクリックしたら、へーって思って、トラフねーって思って、立平さんに朝、LINE で連絡したんですよ。え、もしかしてこの、前こう落ちて撮るって言ったのここですかって、トラフだけって言ったら、ここのですって言って、確かに、あの、立平さんが、あの、気象地区、気象地区って、まあ、言って、 っててっっななんんだろうなって思ったんですけどやっぱりね、かなり、かなり希少でした。この竹。はい。めちゃくちゃ希少らしいです。ですから、あのー、皆さんもですね、もし、あのー、笛作りされる方は、あのーめ、死ぬほど割りやすくて、死ぬほど作るんが難しいらしいんですけど、まあ、ぜひこれ、えー、っと、使ってみてください。で、えー、っと、まあ、奏者の皆さんはね、 まあ、ぜひ1回拭いてみてください、えーと、どこかのタイミングで、うん、頑張って、あ,あの、あんまり多分持ってる人、ホリエニーと僕と、あとツイッターで僕の動画、ツイッターとかね、この動画見てくれた方で、ちょっと気になってとかね、あの展示会とかでもしこれがあったときにって方しかいないと思うんですけど、まあ、あの数量限定でですね、まあ、ちょこちょこ、あの、 だから、仕入れのタイミングもあるらしいんですよ。仕入れてから結構その、増えになるまでがかなり難しいらしいので、まあなかなか数はないらしいんですけど、もしよかったら拭いてみてください。音色が全然違います。っていうのを見て、僕思ったんですよ。あの、秀勝さんのところも、まあ乱情先生のところも、あとまあいろんな公募さんね、あって、難しいなと。 もう知らない情報が、知らない裏技的なものがあるんじゃないかというところで、今日はとりあえず、とりあえずっていうか、まあそれね、これ、これ,これ,これきっかけでそれを持ちてたので、とりあえず、はい、立平館工房の、はい、立平忍工房の、知らないこと、<laughs> ホームページじゃいまいちわからないことをシリーズです。バチ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 ,バチ、はい。 というところで、えー、っと、まずですね、あの、まあ、忍へ、まあ、初心者の方が、ブエどうしたらいいかな、とりあえず、ドレミのブエ欲しいな、ってね。えー、っと、古典町のブエいきなり欲しいなって思う方は、あの、町とか、その流派に所属してる方なんですよ。で、なんか、なんとなく忍へ吹きたいなって方は、絶対ドレミ町なんです。絶対というか、まあ、ほぼほぼドレミ町だと思うんです。で、か、古典町は、えー、っと、その、お祭りか、あとなんか、 なんかそういうい長唄とかそういうのをしてる専門のところに行って古典町を買ってくださいねって言われないとその始まらないので何か欲しいなって思う時はドレミチョだと思うですでドレミチョってとりあえずってなった時に「ドレーン」って言う、ね、このねこれね玉木「赤青黄色ない緑のつけたれいにぶ」古い <laughs> はい。ということでね。まあ、この白やら、まあ、黒やら、赤やら、青やらの、えっ、ー、と、まあ、この玉木のね、シリーズですね。はい。まあ、これのうちの、まあ、6本と8本を買うと、はい、いう感じですね。で、まずこれが、ま、レベル1だと思うんですよ、皆さんね。とりあえずこのレベル1から始まって、始まってですね。えっ、ー、と、次に、うーんー、立平さんのところで、まあ、玉木買ったから、ちょっと竹欲しいなっていう時に、えっ、ー、と、次がですね、だいたいですね、うん。 普通に立平さんのホームページを見て、うーん気になるぞっていうのが、えー、っと、えー、っとね、えー、っとね、えー、っと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 、えーっとえー、っとこれと、どこに、どこに行ったんだどこに行ったんださっきまであったのに、 さっきまであったのに、あった。いろんなところにある。全然用意できてない。はい。ということで、黒、赤、茶、色が選べます。ね、次、竹のやつで、色が選べます。で、これと、あと、えー、っとね、えー、っと、ノーマルタイプっていうのもあるんですよ。で、ノーマルタイプが、 こちらです、ね、まあ通常よくその吹き漆みたいな形のね感じでしてこれノーマルつまりえっとまあ大体皆さんこの4種類の色目からあるんですが罠があるんですねここ皆さんここがあのー、まあ普通のね動画と僕で違うところなんですけど こちらと、こちらと、こちらと、こちら。音色が違うんです。はい、うん。今ここ金リップがあるかどうかじゃなくて、竹としての音色が違うんです。なんでかわかりますか同じ多分同じような竹を使ってるんですけど、この時点でもう違うんです、音色が。はい。あの、なんでかって言ったら、 これは、さっとね、あの、おそらく多分、吹き漆かなさっと吹き漆をしてるだけなんですよ。で、これは、あの、ちょっとこう、コーティング、ね、なんか、なんか、漆かなんかの、ちょっとコーティングしてる。ま、あ塗り笛みたいにね、ちょっとになってる感じですね。ちょっとコーティングしてるから、あの、こっちよりも、こっちよりも、ツルツルだし、硬いんですよ。硬いんですよ。で、 これはあの赤漆ですね。はい。赤漆を乗ってるんで、えっと湿気、漆湿気漆漆漆のね、あの湿気みたいな肌触りです。で、これがあの黒い漆なんですけど、これがですね、あの湿気の黒い側ですね。あの湿気の外側みたいな薪絵の、薪絵の箱のね、外側みたいな感じで、これ硬いんですよ。なので、えっと、まあ、僕のこう、 まあち,ょちょっとねあの拭いた拭いた感じで拭い,い,、ね、いた感じで言いますとね拭いた感じで言いますと皆さんが想像する通常の忍みたいな感じの音がするのがこれですこれですこれはあの硬いっていうかその漆の感じでしててこれが忍でえー、っとまあ こっちとこっちで、こっちとこっちでですね、えっ、ー、と、お祭りとかで、ちょっとあの、使いたいなって、まあ、例えば古典、ちょっとお祭りとかで使いたいなって思ったら、あの、まあ、こっちの音色の方がもしかしたら気に入るかもしれません。で、えっ、ー、と、ドレミとかで、ドレミの歌とか J-POP とか、あの、難しいアニメソングとかいうのであれば、あの、こっちの方が、えっ、ー、と、皆さん的にはいいかもしれません。はい。えっ、ー、と、時たたら先生とかは、この、 赤笛の、赤笛で、あの、タタラモデルは赤笛でちょい太めですね。赤笛でちょい太めを弾きしています。だから、あの、ときタタラ先生みたいな、ああいう感じのですね、あの、日本の、日本の情緒を残した感じのふわっと柔らかい音、したかった、こちらです。で、えー、っと、あの、PA ですね、あの、マイクに入れたり、録音したり、あと、固めの音ですね、こういう、 音が欲しいなっって思ったら結構ねこの黒笛と黒笛と黒笛とかこっちが型をです。で、まあ、僕はあのこういう配信中心なのでじゃあもうせんちゃん選んでくださいとせんちゃんズベストを選んでくださいって言われるとこですねこうですね。 こうです。こここうううなってくる、こうなってくるんですけど、音色。で、どうだろうな。でも、配信って考えると、まあ、最終僕、やっぱり、黒笛が好きかな。黒笛。あの、個人的には一応、僕、シャア専用みたいな。あの、赤い、車も赤いです。赤が好きなんだけど、もうこれ赤が好きなんですけど、まあ、あの、いろいろ考えて、コンチャンスベストって言われると、黒笛です。はい。黒笛の、やや太め。 うん、これはかなりの太め、うん、ちょっとねまあ女性の方とかはあれなんですけどちょっとまああの僕はやっぱりちょっとあのやや太めにした方があの音のその両の音の,あの土台がしっかりくるっていうのとあとこ,こ,の、ね、このこのこの4の音っていうのがですねあの結構細めにすると裏返りやすかったりもするので僕はやや 太めぐらいが、えっ、ー、と、好きです。はい。で、ここからが、めちゃくちゃ大事なお話をします。これ、あの、裏メニューです。ね。あの、通常、普通に頼むとですね、あの、立平さんがですね、あの、これ、漆にですね、あの、まあ、漆に、こう、効果、効果が、効果が早いっていうか、その、缶のですね、あの、 同じ缶ですね同じように忍びを作った時に同じような音質とか同じようなレベルに達するためにあの漆になんかこう、ま、マットな何かを混ぜて作ってるらしいんですよあの普,通普通のここ中がですね中がえー、っとカニ <laughs> カニの甲殻類のなんか,かカニかななんかそうれなんかよく分かんないですけどなんかこうなぜ混ぜてるらしいんですよでもあのそうするとえー、っと 吹き心、吹き心地がですね、えっ、ー、と、本漆とは違ってくるんです。で、本漆はですね、えっ、ー、と、最初、最初ちょっと吹いた時に、ああ、またそ育ってないなって感じするんですけど、本漆は、例えば、まあ、秀勝さんとか、ランジョー先生もそうなんですけど、本漆は育てていく、育っていくんですよ。で、これは、あの、乾きが早いので、あの、そんなに吹いて吹き込ま、吹き込んで育てなくても、ある一定水準になる。で、えっ、ー、と、本漆にすると、こう、 だんだんこうこういって追いついて、最終的にですね、かなり年月が経つと、なんか100年、200年とかのね、かなり年月が経ってくると、あの、もう、なんかすごいなんかいい感じのなんか味わい深い音にすると。で、それがですね、あの、立平さんが通常ので頼むと、その本当にあの、通常、通常仕様で来るので、あの、立平さんがベストだと思う、 もので塗ってきますで,あのいやでもねなんか聞いたんですよなんか笛は本漆が最高だってっていうあの、まあ、こだわりの方もいると思うので、えっと、本漆であの頼まれてもいいかもしれませんこだわる方は。あのでわからないっていう人はもう例えば6本と8本を2つ買って本漆と普通のって買ってもいいです。 もうな,んなら僕みたいに、もう6本と6本を頼んで、なんかもう太めとか細めとか、もう本漆とか、もういろいろ試して,みてもいいと思うす。もうあの、もう好きなだけ、もう好きなだけ試しましょう。うん。あ,あの、で、えっと、僕は、あの、忍の、忍ソロ曲とかを含んだったら、本漆の方がいいと思います。うん。はい。 しのぶえソロ曲、しのぶえの、しのぶえための曲みたいなとか、えっと、祭り林とかの含んだったら、本漆の方がいいかなと。で、配信とかに載せて、ちょっと固め、とにかく固めの音がいいなって思ったら、あの、立平さんの普通のがいい。で、立平さんがもともその、合奏とかを想定しているので、そういう感じで言うと、立平さんの方が、立平さんの普通の、あの、標準タイプのね、えの、塗ってるやつの方がいいですし、あの、も そういう、こう、もう僕みたいにもいろいろ本当音色こだわる方は本漆頼んでもいいと思うので、そこは、あの、注文時に、えっ、ー、と、本漆で、中本漆でお願いしますとか、中あの、通常タイプでお願いしますとかっていうのを、あの、入れてもいいかもしれません。はい。では、次行きます。で、まあ、これがまあ標準なんですけど、これがまあ標準なんですけど、こういう標準を超えたところで、 まあ、あいろんなこだわりがあると思うんですよ。あの、例えばですね、僕はあの、一番最初にですね、これあの、立平さんと、まだあの、仲良くする前ですね。立平さんと仲良くする前に、この、黒笛。うん、まだあの、立平さんのお父様が、あの、ご生存されてた時の、本当に初期の初期の、あの、黒笛。多分これあの、立平さんがね、目白さんにね、降ろしてた時の笛って言われてたんですけど、これちょっとあの、 ちょっと少し中がね勝った時に割れててあのペ平さんに直してもらいましたで黒部だとね <noise> まあやっぱりやっぱりあのこ,こっちよりは こっちよりはあのな、なんだろうな、あのまた、あ、けっぽい、またけっぽい、えっとまあ、どっしりとした音が、や、まあ、柔,柔らかさっていうかその、あ、竹の質が違うなっていう音がします。例えば、同じ6本で比べると、 でえー、っとじゃあいきましょう <noise> はいじゃあいきますよ次ねまあちょっと僕のは筋肉があるんであれなんですけどまあまあ っていう形なので、えー、まあこういう、まあ黒竹がいいなって思った方は黒竹で。まあ僕はですね、まあ黒竹もいいと思うんですけど、個人の好みで言えば、あやっぱりこ,こっちの方が竹としては、個人の好みとしてはいいかなと思ってます。はい。で、えー、っと、次ですね。次、えー、っと、桜カバのすすですね。 桜かばの巣やっぱりねこのすだったら中か本漆に、うん、これはあの本酢ですねですからあのなんか地区地区,地区なんか150年とか200年とかねこの悪吹き屋根から作ってるですねはい志野ですあだからもうねこのねすす志っていうのが本当にないらしいんですよ だから、そまあ、すすしので、すしのでななんかなかほうぐるしみたいな形のが、まあまあいいと思うんですけど、こういう桜のね、桜のカバ巻きでこうしてくれるみたいな。で、まあ、これはね、本当にね、あのー、 まあまあまあ、まあまあ、僕はあの、まあ、本すすですね本すす,あのすすしの、まあ、人口じゃなくてって意味ですねすす本すすのすすしのすすしの委員会会長をしてるぐらいこの本すすの音っていうのがうやっぱりこのこう柔らかさの中にこうキュンとあるんですよだからまあこういうまあまあまあ本当ただこれはあの高いのでこういうのはまあ超裏メニューの なんかなんですけど、まあそういうこ,こだわりがある人、で、えっ、ー、と、やっぱりね、寿司のも、やっぱり僕ね、やや太めがいいと思います。だから、すすってやっぱりね、その、選べないんですよね。選べないんですけど、こう、やっぱりこの、やや太めが、もし寿司ので入ったらお願いしますって、あの、言った方がいいと思います。はい。で、えっ、ー、と、さっきも出てきたトラフですね。トラフはね、やっぱり高いんは高いんですよ。 確かね。なんぼだったかな。なんか、8万とか、8万とか,なか、なんか、そういう、そういうなんかあの、まあとん、とんでもない、とんでもない値段なんですよ。なんか、8万とか。例えば、これだと多分、十何万とかしちゃうんですよ。日本上司。長ければ長いほど高いんで。なんですけど、ま、あいつも言ってるように、その、 まあ、堀さんなんてここにね、金リップとかプラチナリップとかつけてたりするんですけど、いつも言ってるようにね、これ、なんかただ、滝が希少なだけじゃなくて、もう本当にね、なんなんだろうな、なんなんだろうな、この、このね、ちょっといきますね。 感じのこの感じなんですね。でまあこれで言ったら僕本漆よりあの立平さんの通常のそのマットなこれマットな方にしてるマットなあのマットな感じの通常の方がこれはいいと思います。あのまあイメージ的に言うとあの本漆にすると もう、こう、キュッ、キュッ、吹き心地が、吹き心地がちょっとキュッとなる。柔らかさの中にキュッとなる。で、あの、マットな感じにすると、あの、こう、こう、ちょっとフルート的なね、フルート的な、あの、柔らかいまったり感があるので、これはもう本当に、あの、この竹っていうのは、その、もう柔らかい、もう本当ふわふわのね、柔らかーい感じなので、このまま柔らかーい、や、や、柔らかーいね、柔らかーい、あの、柔らかーい感じでね、あの、 たいと思うので、まあ、これはもう本当にあの、まあ、バラード、バラードですね、あの、篠笛でもこう、癒しの曲とかね、優しいのがあの好きな方っていうのは、本当にこの、虎はいいと思います。ね。あので、えー、っと、まあ、次ですね、次。はい。えー、っと、まあ、ここまで来たら、えー、僕はあの、まだ、なんかあるんですよ。<laughs> いや、好きでね、リペイカが好きでね。はい まあ、あ,のあるんですけど、よいしょ。なんか、まあ立平さんがね、その金リップ金リップ缶っていうのを発売するよって言ったときにあの、一番最初のロットでこう頼んだやつなんですね。はいで、まあその後はあのちょっとこの歌口の調整っていうのをですね、えっとイスト先生があの最高の歌口っていうのをですね、あの最高の理想の歌口みたいな。 感じの出されててまあ、それちょっと調整してもらったやつなんですけどだから初期とは一番初期とは違うんでちょっと改良してもらったんで歌口をただねこれもね本当に <noise> はいってい感じでもうあまた金リップの話に入りますけど リップっていうのはですねあの音が音が硬質がするんですよ硬くなるんですよだからとにかくあのスーっと伸びていく感じの伸びていく感じの綺麗な音ですねそのまあしのぶへのこういいところでありあとはあの他の楽器とその合奏する時のまあ いいところであり弱点っていうのが、あの、感音がキンキンしすぎるっていうところですね。それがですね、あの、ちょうどいい具合にですね、あの、安定する。やっぱりね、あの、竹の、竹本来の、こういう、竹の、ここだと、まあ、やっぱりその、材質として柔らかすぎるんですよ。柔らかすぎるんです。 だから逆に言ったら柔らかい音がするんですけど、まあ、そこでその倍音部分をきっちりしたかったら、やっぱり、あの、ちょっと金属感を入れた、金,金属感を、金属感を入れるか、こういう金属感を入れるか、逆に言ったらススって硬いので、このススとか、あの、あとま、あまたとか、その硬めの素材の、に、硬い竹にする。ですから、逆に言うと、ま、こういう、これは、あの、元々が硬いので、さらに筋肉でさらに硬くすると、 まあ、あのその辺りで特に看護の,の,と,ころのところの音が、まあ、変わってきて、まあ、曲によってはすごい使いやすくなるっていうのが筋肉です。はい、で、まあ、その,あの硬さとかあと普通の忍ではありえない、えっと、理想的、ね、あの最高の硬さ。 うん、最高の硬さで、えー、っと、普通の,しのぶえっていうのはやっぱり一本一本手作業で作ってくるので、あの、制作者の方が、これがあの、理想の内径だ、うん。これがあの、理想の中だっていうのがですね、あの、思いついたとしても、やっぱりこのあの、1ミクロン、ミクロン単位でやっていくと、理想っていうのは実現できないんですよ。うん。ただあの、この、 まあ、アルミニウム、ね、アルミニウム、そして国産というね、国産のアルミニウムで、まああのまあ、14万円ちょっとですね、ですることによって、あの立憲さんの中の、あのシノブエの、まあ、例えばその今のですね、まあまあ、別にこれ、例えば祭り笛でこれを吹けとか言うんではなくて、今その皆さんが作っているオリジナル曲ですね、最近の、まあ、現代の得したオリジナルとか、アニソンであるとか、あと J-POP であるとか、あと、まあ、そういうこう、 本当にライブとかであのもう他の楽器とガン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 演奏するっていう時にですねまあどうしてもこういうあの 感じのです、ね、あのもうパッセージが早い反応が早いとかもあの大歓とかでまと、あ、も普通の音で隣にいるもうワン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 エレキとかでやってるところに音量負けしないとかっていうあの強強さ <laughs> 強さと強さと音量を秘めたって言ったらやっぱりねあの金属っていうところがまあ必要になってくるやっぱり場面があると思うんですよ。 だからまあそういうところですね、あのまあ、音色もあのやっぱりぶ笛とは違いますし、やっぱり音量っていうのもしのぶ笛よりは出ますし、あとあの扱いやすさという面においても、あのまあ、癖がなくないい感じになりますねそういうのを求めていくと、この虎鉄になるのかなってね、まあ、一種の本当にあの理想的な篠笛、ね、篠じゃないんですけどね、<laughs> 理想的なあのしのぶ笛って感じですね。まあ、僕もやっぱりあの 配信とかでね、えっ、ー、と、これ結構ね、使ったりしてます。で、最後。まあ、いっそ先生とのね、まあ、このコラボ開発ですよね。この山岳笛。あの、リっそ先生がね、この前、あの、動画で、あの、吹かれたんですけど、なんか、曲を、洋楽を。 クラシック洋楽の,の吹かれてたんですけど、あれも多分ね、三角笛だった気がしてもさ、あーでもね、あれもすごいうん。でまあ僕の中ではやっぱりその、立平さんの中で、まあ一番高いし、一番、まああの、究極の笛やと思ってます。だから、こう、この、まあ三角笛とか、 あ,のあれもホームページじゃないんですけどホー,ムペホームページから買うっていうのは多分ほとんどないホームページ書いてないんですけどねこれね三角上ねただまあこれねいろんなサービスがあるんですよこれ自分で決めた缶の名前を入れてもらえるとか、うんまあ、僕は「法教」にしたんですけどね「あの法王が好き」法「法が好き」「法の叫び」「で法教国」っていう社会人局があって法教って入れてもらったんですけど これが本当にもうなんていうかあの究極の笛、うん、<laughs> まあちょっとねさっきの笛さっきのちょっと吹かしてもらいますと。 音もあれやしあの力をどんだけ吹き込んでも息にしてくれるっていうのがあってあ,のあともやっぱり一ソ先生ってすごいですよ笛の使い方がだからその一祖先生のその吹奏力にあの耐えうるっていう <laughs> まあ田楽部屋とかもそうなんですけど一ソ先生のあの勢いのあるあの息とね あのこの指の、ね、速さのパーセンスに耐えうるっていう、まあ、そういうところでやっぱり開発された、うん、かなりやばい笛ですね。でやっぱまあいてると吹いてると,てるとまあ牧爵活か,かやってるんで結構息も強いので拭いてるとあの、まあ、一番楽しい笛でもあります。このね三角笛っていうの一番楽しい笛でもあるのであの、まあ、初心者には絶対おすすめしないんですけどあの中上級者でねちょっと。 こう強い強い笛あの吹き込んでてすごいこう面白い感じのねああのまあ、流的のような吹き心地流的とも流あって、まあまあまあ、流的ともちょっと違うんですけどまあそういうこう新しい吹き心地をまとめるとまあやっぱりこのそうですねその、うん だから吹き込みで言ったら山岳部への方がが更に吹き込みしますあのこっちはですねあの息効率がいいのでそんな吹き込まなくてもあのかなりマックス音がめちゃめちゃ出るんですけどあの自分で吹き込んで強い息で吹き込んで音量上げていきたいタイプはこっちですねであの少なめの息で爆音したい時はこてっちゃんだと思います はい、だからそれらへんは、まあ、あの自分の、ね、あの普段吹いている息の特性とかで変えてくれればいいんですけど、まあ、息強めの人はやっぱりいいですよね、こういうのは、ね。と、はい、いうところで、えっとまあ、本日はです、ね、あ,のあなたの知らない立平の世界、ね、私も知らなかった立平さんの世界というところで、まああのまあまあ、一口に、ね、あの立平さんの笛を言おうと。 ね、いうのを一口に言っても、まあ、やっぱりね、あの、他の公募さんもそうですけど、いっぱいいろんな種類があるので、今日ちょっと情報を詰め込んでみました。えー、っと、とりあえずこれを見れば、えー、っと、まあ、あの、皆さんの中で、あの、立平さんのクアンを買うときに参考になると思います。で、えー、っと、まあ、これだけは覚えてください。あの、普通にホームページにね、注文もできますけど、あの DM、DM メールもありますので、ホームページのメールにもいろいろも <laughs> なんか、こんちゃんの動画見たんですけど、これでこれでこのタイプで、みたいなね。うん。例えば、えっと、クロブエ、クロブエのクブエク、えー、クロブエ、クロ、え、クロブエ、 プラチナリップ、やや太め、本ぐしで、とかで、ね、も全然、あの、対応していただけるという形なので、あの、また自分のね、求めるその理想の音、じ、まあ、まあ、リペさんとね、それで相談してくれてもいいんですけど、本当にあの、皆さんが、あの、思うような、えっ、ー、と、理想的な、えー、笛を買われればと思って、ちょっとそのさ、ね、えっ、ー、と、そういう参考になればいいなと思って今日撮ってみました。いうね。では、ありがとうございました。<laughs> またね。